技能グランプリは各都道府県から選ばれた熟練技能者が腕を競い合うことでものづくりの重要性などをアピールしようと2年に1度開催されています今年は来月23日から福岡県で開かれ千葉県からはパイル張りなど7つの職種で7人が出場します激励会で黒野義行副知事は 日頃培ってきた力を存分に発揮して千葉県のものづくりのレベルの高さを全国に発信してくださいと挨拶しました選手を代表して粘着シート仕上げ広告美術の職種で前回2年前の大会で銀賞を獲得した花村雄一さんが千葉県の代表としてそれぞれの職場で培った真の実力を遺憾なく発揮しますと 決意を述べじゃあ、前回はあの銀賞だったものですから、なんとかそれ以上のものをあの目指して頑張っていって、日本全国に日本の技術、技能の高さで笑顔にしてもらえるそういうふうに、そういうふうな競技を戦ってまいりたいというふうに思っております。